いい焼き色ついてるでしょ。どうですかこれ。この照りです。これはい、どうも料理料理サンリュージです。はい、ということですね、シェフです。今回は1本目ということですね。コラボ動画ですね、これね。僕連さんとのコラボ動画になります。はい、今回ね、使う食材はこちらでございます。はい、北海道産のじゃがいも。じゃがいもって皆さんどういう風にいつも召し上がられますか？そこまでいっぱいこのじゃがいもを作るレシピって今までそこまでいっぱいやってないんですけども、まあとってもね、美味しいじゃがいもなんですけども、うまさを最大限に生かす、僕はね、じゃがいものステーキ、これがですね、ほんと美味しいんですよ。じゃがバターとかもほんと美味しいんですけどね。せっかくなんで他の食材ほぼ使わずに、このじゃがいも、美味しい北海道産のじゃがいもで勝負していきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、ということでですね、まずじゃがいものステーキを、作っていきたいと思うんですけども、今回ですね、非常に私緊張しておりましてですね、僕がですね緊張するとやっぱりですね、緊張が皆さんに伝わってしまってですね、うまく説明もできませんし、包丁を握る手が震えてしまうかもしれないと、ということで緊張感をなくすためにですね、心の準備をしていきたいと思います。緊張をほぐしていきたいと思います。いただきます。かー、緊張溶けた。これで、美味しい美味しいじゃがいもの席ができるようになりますので、皆さん、じゃあやっていきたいと思います。一つこれね、 180g ぐらいのものを使ってます。はい、多少ね大小あっても大丈夫です。形のいいものが食べた時に見栄えがすると思いますんで、洗っていきます。ちょっとたわしで洗いますよ今回ね。はい、じゃあたわしで洗いました。だいたい皆さんじゃがいもで皮やるじゃないですか。むかない、皮ごと、食べていきます。なんでこれ皮ごとやるのかっていうと、まず一つめんどくさいっていうのがあります。めちゃめちゃ面倒なので。あともう一つが、皮って香りを持ってるんですよ。今回はですね、せっかくいい北海道産のじゃがいも用意してますんで、皮ごと食べます。大体ね、幅1センチぐらいの輪切り、こんぐらい、1センチから 1.5 センチぐらい、はい、こんな感じです。はい、こんな感じですね。で、こちらをですね、剥いていきます。ちょっとね、香りをつけたいなっていうところでニンニクを使っていきます。これ剥いておきます。そしたらもうね、下準備 OK。 つけていきます。大体中火ぐらいですかね。バター入れていきます。じゃがいも入れていきます。じゃがいもを薄く切って焼いて仕上げます。皮剥いてないんですけども、新鮮なじゃがいもなんで、皮も芽もない状態だったので取ってません。芽が出てるものとか、皮が緑色に変色してるもの、体に良くない成分が含まれる場合がありますので、剥いちゃってください。じゃがいも入れたら弱火にしてあげてください。じっくり焼いていきます。全体を焼いていきます。弱火から中火の間ぐらい、適度なところでひっくり返していくんですね。いい焼き色ついてるでしょ。どうですかこれ。油で焼いた時のこのね、皮の香り、これをね、まず感じていただきたい、皆さんに。じっくりやっていきます。もっとね、早めにホクッとしたいんであれば、これこう蓋閉めてやってもいいんですけども、今回はねちょっとね、この表面にカリッと感を出したいので、あえて蓋しないでやってます。急いでる方蓋していただいても大丈夫です。この状態でですね、8割方火を通しておきたいんですね。どう判断するかって言ったら、爪楊枝ですね。爪楊枝なかったら鋭めの箸でも大丈夫です。でこいつを入れて、はい、全然まだでしたね。意外と全然火通ってなかったから、蓋していきます。ではですね、蓋をして、まあ合計ね10分ぐらいやりましたからね。つまようじ入れてみるとスッと入るんですね。タレをね、絡ませていきます。大さじ1、みりんを大さじ1、あとお醤油を大さじ1です。お砂糖3本指で1つまみ、ちょっとこれ入れていきます。ちょっとね、甘さ持たせてあげるとすごく美味しくなります。うまみ調味料です。これね、2振るぐらいでいいです。先ほどのニンニクですね、これおろしていきます。おろしたニンニク半かけ分ぐらいですね。煮絡めていく感じです。この照りです。これお食事っていうのはね、作ってる時から始まっているんです。作っている時の香りや香りの変化やタレもね、味は、これがね、料理のね、面白いところです。味見している途中の味の変化っていうのは、料理をしている人にしかわからないんですね。そこさえ楽しむ、料理をしている人の特権なんですよ、これは。これも特権。だいたいこれぐらいです。結構煮詰めちゃいます。
ポロッとしたソースになるまでやっていきます。お皿に盛っていきます。もうね、お皿こういう長皿にこんな感じですね。はい、こんな感じで余ったソース最後に上からかけてあげる。黒胡椒、ステーキですからね、黒胡椒のパンチの効いた香りも乗せていきましょう。そうしましたらこちらで北海道産じゃがいものステーキの完成です。はい、それではできました。食べていきたいと思います。食べます。いただきます。タレをしっかり拭ってですね。おー、ハイボールめっちゃ合うやんけ。これやばいわ。これのホクホク感ね、そこに濃厚なタレの旨味、これは追い胡椒させてください。うまっ。これね、タレがね、ステーキソースのタレなんですよね。で、ここにですね、北海道産のいいジャガイモ使ってるっていうのもあると思うんですけども、ホクホク感、そして香り、ステーキソースのうまみですよ。このバターのコクが加わってなまらうまいですね。さらにうまくするために味変を。これだよ。いい、この背徳のいい。あー、やっちゃった。炭を重ねてしまった。これやったほうがいいわ。パソコンも やっていいですか。うん、間違いねえ。北海道にありがとう。こんな美味しい食材を育んでくれた北海道ありがとう。茹でずに蒸すので時間もね、そこまでかからないと。そしてですね、この皮の焼けた香ばしさ、北海道で美味しく育ったじゃがいもの旨味が全部食べられるんだ、これ。ということで皆さん、ぜひ作ってみてください。意外と全然火通ってなかったから、これ火、蓋していきます。はい、この辺はちゃんと編集でカットしてくださいよ、スタッフ。